レビット2019土木技術者のためのレビット入門第2章構造物橋梁モデルの作成19。ミムシミレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで動画で解説をしています。お問い合わせは LINE でお受けしています。は上部項のファミリーを作成していきます。今度のファミリーテンプレートは構造フレーム、ハリとブレースを使います。下部項の時と同様ですね。必要なものは消していただきます。消していただいた後スイープブレンドでパスでエッジで許します。 3D エッジでモデル線分を選択し先ほど作ったプロファイルを適用しましょう。適用後、ファミリーの名前をつけて保存をしましょう。LINE アットのご登録がまだな方はこちらから登録してください。登録特典1、登録特典2はこちらとなります。登録方法は LINE で検索をしてください。ミムシミレッスン TV オンラインはここまでです。スノータムでした。